テネブメディアスタートじゃあまずバンド名テネブ星の名前なんですね。白鳥座の尻尾。デビューはですね、実際のデビューは2009年になります。きっかけはですね、僕がもう音楽もう嫌だ、バンドなんかしないぞ、介護士やるんだって言ってた時期があって、僕がですね、このお店昔からあったんですけども、このお店で上ステージの上で歌ってました、はい、でその歌ってる最中に、なんかお客さんからカーペンターズの魅力ってね、まあ前々からこうラジオとかに出させていただいた時からずっと言ってるんですけど、魅力ってまあまあ見た目こんなですよね。歌とか声とかも、ね、可愛かったりとかするんで、ギャップな絵、これがデネブのもう魅力として。そうですね、見た目は本当にこの人たちがやってるのかなと思わせておいて、曲を聴くと、いやね、ね、ちょっとこう、ね、あんまり期待させないグループでございます、ね、期待をさせないギャップな絵、皆さんぜひ楽しんでください、はい、デネブのこれだけは譲れないということなんですけども、うん、これだけは譲れない、毎日譲ってきてるからな電車に乗れば席を譲るし、俺たち腰低すぎてやばいよね。誰かが喋ればどうぞどうぞどうぞってやってきたから、こんな年齢までバンドやってきたんだと思うんですけども。そうなんですよね、水面下でね。そう、でもこれだけ譲れないことっていうのは、やっぱり自分たちのやりたいそのポップス、ね、ポピュラーな音楽、いろんな人に、たくさんの人に聴いてもらいやすい音楽を作るっていうテーマだけは譲れないかなって思ってます。そうですね、なんかすごくマニアックな音楽やってくれとか、こんなおしゃれな感じでって言われても、やっぱどこか自分らしさが入ってしまうと思うので、そういった感じで曲作りに関してはな、やっていけたりかなと思ってます、はい、バンド以外の活動、バンド以外の活動っていうとですね、私ども今、ね、ずっと今まで映ってますけど、ここねはい、ライブハウスマッチボックス、はい、マッチボックスというですね、ライブスペースを運営しています。ライブハウスってやつね、イベントスペースっていうのかな、でそこのね、このイベントスペースでライブをしたりとか、配信ライブをしたりとか今してるんですけども、それよりも一番メインになっているのは音楽レッスンでございます。そうですね、音楽教室やってます、はい、音楽教室やってます。それはですね、ギター、ベース、ボーカル、ドラム、あとは話し方講座、他にもたくさんの、和太鼓とかね、たくさんの講座が準備されており、日本の地域の皆さんが音楽を楽しめるような、スペースとして利用しております。曲の数またはどのプラットフォームで聴けるか。はい、曲の数はですね、ズバッと言います、リリースされているものでいうと30曲プラス2曲になります。はい、これなぜかと言いますと、アルバムは3枚まで出しておりますし、はい、シングルが360度ポケットというですね、はい、シングルが、リリースされております。こちらですね、もう2曲はね、でもね、そしたらね、そういえばジョケットを見てたからね。本当だ、そうなんですよ。なのでみんなジャンガンルンパライクですよ、これじゃあライクはいらないから、ジャンガンルンパ、ルンパです今回ですね、一番大事な曲でしたよね、はい、ジョゲットとミッションという楽曲をリリース最近したんですけども、はい、今回これはよさこいの楽曲のね、作りましたので、ぜひとも皆さんこちらも聴いてほしいと思います。それが聴ける場所はどこかと言いますと、 Spotify、Apple Music、YouTube Music、その他たくさんですが、 Amazon Music、とかも聴けるよね、多分ね、確かね、できればもう、できればさっき言ったので統一してほしいですよね、はい、はい、そしてですね、今まで作曲してきた曲のジャンルについてですけども、何があるかな、まとめて言うと J-POP、ね、そうだね、あとはアニソンっぽいやつ、アニメソングっぽいやつ、ね、今からっぽいやつが続きますよ、はい、
あとはですね、ジャンルというのかわかんないんですけども、僕たちが知り合った中高生たちに突然マイクを構えて、あなたの夢は何ですかっていうちょっとこう謎のテイクがあるので、夢というのを聞いていただけると、はい、こちらもいいかなと思います。あとバラードもありますし、そう、ね、あとはなんだろうな、ちょっとこうアラブチックな中東の中曲とかもあるし、あとはなんだろう、ちょっとジャズっぽい、ちょっとジャズっぽいもある ね。あと行進曲みたいなやつもあるし、 ね、あと若干レゲエっぽい感じのもあったりするし、やっぱぽいぽいぽいですね、あと超ハードロック、超ハードロックっていうのもやったりします、はい。一体何の人たちか自分たちでも分からなくなるんですけども今回ね、今回ですね、今ねプロデューサーさんのおかげで新たなジャンルに挑戦した、さっき言ったね、よさこいの楽曲、ジョゲットがね、一番ちょっと手を伸ばした感じでしたよね、新しいジャンルでしたね。あともう一個カップリングのミッションっていう曲、こちらもですね、ゴスペルっぽい、わーイエー神よみたいなやつやってますので、ぜひとも聴いてほしいなと思います。ぜひとも。海外での活動、国の数と名前っていうのはちょっと僕たち誇れる物事がなりますね、はい、僕たち日本以外で行った国はせーの、インドネシアのみでございます。インドネシアでのね活動のきっかけというのが次ですけども、はい、僕たち2017年に至るまでは広島という、日本のね広島という地方地域のCM ソングとかいろんな楽曲制作してたんですけども、2017年、たまたまね僕たちが登録してたサイトから購入された楽曲がインドネシアのポカリスエットの CM で使用されていたというところで、結構話題になってですね、そのグローリーという楽曲が知られるきっかけになりました。それが皆さんのインドネシアでの出会いになるかな。そうだね、出会いになる楽曲となりました、うん、はい、はい、それでは次に行ってみましょう。インドネシアでコラボしたアーティストでございます。はい、インドネシアでコラボしたアーティスト、加藤さん、加藤博明さんですね、はい、でもう一方、向井香織さん。そしてもう一つ忘れてはならないのがですね、はい、一番ね、僕たちが絡んでくれてます円塾の皆さんですね、はい、はい、劇団円塾の皆さんと仲良くさせてもらってます、はい、インドネシアでコラボしたいアーティスト、これ言ってみろ、言っちゃって、全部忘れた名前あの人って出てきてるんだよ、その人言いましょう。じゃあトゥルスさんですね、トゥルスさんです、はい、大御所トゥルスさん、僕たちでも何も太刀打ちできないですけど、一緒にいるだけにちょっとあの美しい声をいつか聞かせてほしいなって、ね、うん、確かにね、そうだね。あとね、あのナムミラサーチバタジバイジンカンクムサルイジクのあのいいね、タヨン・テドゥルフさんとコラボしたんです。あ、ね、インスタグラムでもね、僕たちにいいねしてくれたりしてるんですよ。あー、嬉しい。すごい、気さくな方なんだなと思って、いつかコラボレーションしたいですね。はい、じゃあ次行きましょう、はい、次回インドネシアに行く時の企画、計画などなんですけど、これはね、もう一番伝えたいことがありますよね、はい、僕たちね、うん、現在私どもデネブはですね、インドネシアの方々と日本の方々と、一緒にですね、いろんな、企画を制作しておりまして、つなぐプロジェクトっていうのをやっております、はい、つなぐプロジェクトはですね、インドネシアの、ガイダさんとかね、JKT48 とね、元 JKT48 のガイダさんとか、はい、あとですね、あの実業家のね、ワティさん、あ、ワティさんね、あと日本でいうとね、辻啓太さん、はい、辻啓太さん、そしてですね、日本の企業ワオナスと一緒に僕たちがつながってですね、インドネシアに何かできないか、インドネシアで何かできないかという企画を今やっております。はい、はい、これぜひともこれから皆さんですね、びっくりするような企画が待ってますので、これ言っていいことと悪いことがあるよね、大丈夫なのかな、言ってもいいのかな、どこまで言っていいんだろう、全然大丈夫なの、こんな感じで伏せてていいですか、ありがとうございます、はい、まだちょっと内緒にしときたいような、大事な、みんながすげえ楽しみになるような出来事がこれから起こるので、今からちょっとだけ我慢して楽しみにしといてください。はい、はい、そして僕たちですね、個人というかね、インドネシアに行ってやりたいこと、それもまたあります。何かというとですね、日本でですね、クラウドファンディングというのをやりまして、はい、僕たちがさっきにね、何度も言いましたジョゲットというですね、よさこいの楽曲を
ミュージックリップを作りたいっていうことでですね、今ですね、インドネシアの、撮影のチームの方と、日本の撮影のチームの方と今相談しながらですね、はい、ジョゲットの MV、ミュージックリップをですね、制作段階に今から入るところでございます。こちらもですね、撮影をインドネシアで行いたいと思ってますので、はい、参加したい人はですね、当日に場所をお告知しますので、ぜひ遊びに来てください。はい、それではありがとうございました。ということで、デネルペディアでした。どうでしたでしょうか、はい、皆さん、僕たちのこと少しでもちょっと覚えてもらえましたかね。デネブって言います。はい、デネブです。広島出身のアーティストです。よろしくお願いします。グローリーで有名になったっぽい感じになったつまだに。それではですね、ミュージシャンとしてエンターテイナーとしてデネブはもっともっと成長していきたいと思っています。皆さん、どうかどうかこのご時世ですけども、私ども団長の思いで頑張りますので、よろしくお願いします。デネブ、よろしくお願いします。ザというわけでですね、次のコーナーに参りましょう、はい、次の最後のコーナーです。はい、デネブソング、これ初めてじゃね。で、なんかドキドキする。初めてじゃね。初めてだね。これデネブにとって勝負なんです。ここではですね、はい、我々デネブの楽曲を皆さんに勧めるというですね、今まではインドネシアの有名な人たちの楽曲を縦にですね、はい、僕たちが喋り倒すっていうのをやってたんですけども、今回から僕たちの楽曲も混ぜさせてくださいというわけでですね。はい、ありがとうございます。はい、今回僕たちがご紹介したい楽曲は何でしょう。今日の楽曲は、はい、グローリー。僕らの時の風に、が多分流れてるんですかね。はい、この楽曲はですね、グローリーという楽曲です。日本語に訳すと栄光という意味です。はい、僕たちがですね、こういうマッチボックスの活動を始めた時にですね、当時中高生だった子たちと、僕は中学校の職員をしてたので、知り合った子供たちがバンドしたいんですよねなんて言ってるもんで、その子たちと関わりながらですね、泣きながら来たよね、バンドしたいんですみたいな、そうだったっけな、泣きながらね、来た子もいましたけども、そんな、ね、子たちと関わる中でですね、彼らがですね、高校生になる時かな、中学校卒業して高校生になる時に、さあ高校になるかみんなお別れだねっていう卒業ソングではなくて、これからやばいこと待ってるよっていう、楽しいこと待ってるよっていうために作った卒業ソングなんです。実はですね、そういったつもりで作ったんですが、知らぬ間にインドネシアのポーカリスウェットの CM になったということですね。はい、こんな風な内容で仕上がった楽曲です。なのでですね、その、作詞の中のね、ニュアンスとしてはですね、当時関わってた子の中のいろんな子たちの悩みとか、そうそうそう、1行ずつ実はその子たち の悩みをずっとこう書いて、うまいこと文章にしてつなげたのがグローリーです。そうなんです。はい、なので主人公がたくさんいる楽曲グローリーなんですけども、はい、このその内容のね、主人公の子たちも MV に出演してますので、はい、そしてこの MV の監督も当時高校生の関わってた子が全部やってくれました。台本とかね、全部ね、はい、すごかったよね、あれ ね、そんな感じで、ぜひ聴いてみてください。というわけで、はい、それと今回ですね、皆さんからのコメントもお待ちしております。このコメントをね、皆さん大事にしていきたいので、ぜひともたくさんコメント書いてくださいね。皆さんのコメントもコメント読みましょうのコーナーで読みますので、ぜひぜひこれから読まれていきますよ、はい、なのでいいこと書いてくださいね。はい、というわけで、ジャンガンルンパライクコメントダンサブスクライブチャンネルジャパニーズステーションやー、参拝順パディエピソードプリクリアー、またねー。